はい、どうも、こんばんは、良い風景です。一コミさん、どうも、こんばんは。音声とかどうかな。ちょっと、BGM とかちょっと小さいかもしれないですけども。はい、どうも、二コミさん、どうも、こんばんは。はい、ですね。じゃあ、ですね、風来の試練3の、つづらの迷宮というダンジョンをやりたいんですけども。いや、久しぶりですね。はい。今、どういう状況なんでしょうか。ですね。まあ、いわゆる、もっと不思議なダンジョンに当たるんですけども、はい、ここですね。はい。このダンジョン、あ、どうも、3コメさん、どうも、こんばんは。このダンジョン出すのはね、なかなか大変でした。お絵かき生配信やってるんですけどもね、最近ね。まあ、その合間にっていうか、息抜きにっていうか、やっていこうかなっていうふうに思ってますけども、ぶっちゃけお絵かきが煮詰まった頃にやろうかなと思ってます。はぁ、まあそんな感じです。はい、ですね、はい、ネタバレですか。はい、つづら、ここですね。で、ですね、途中メンバー選択ってありますけども、例えばこれ3人とかでも入れるんですよね。うん、そう。でも3人はすごく難しいですね。一番簡単なのはね、2人で入るのが簡単そうなんですけども。ですね、このプレイではこの先生というキャラクターがいるんですけども、この、1人で、入りたいと思います。試練3、初見の方とかもいるんじゃないかと思うんですけども、この先生というキャラクターは、盾を装備できないですね。BGM どうかな、これ小さいかな、ちょっと上げてみようか。はい、ちょっと上げてみましたけど、どうだろう。さあ、じゃあやってみようか。はい、ラグあるなやっぱりな。あ、ちょっと待てよ。あ、大丈夫かな。まあいいか。ちょっと画面どうかな、どんな感じ見えてるかな。うん、見えてるね、ちゃんとね。うん、 OK ですか。はい、BGM とか大きいとか小さいとか、はい、あったら気軽に言ってください。はい、でこの先生は盾を装備できないキャラクターです。だからですね、まあ、代わりに剣をですね2つ右手と左手に装備できます。
そんなキャラクターですね。盾、重装ですね。これ普通の、盾装備できる試練とかアスカだったら、重装があったら多分、クリアフラグかもしれない。重装はすごく強いですね、このゲームは。で、2本目の剣がどうしても欲しいんですけど。このダンジョンはね、あ、スリー初めて見ますか。このダンジョンはですね、すごく難しいダンジョンです。この先生で挑むとね、ね、突入するそのスタイルによってですね、難易度がかなり変わりますね、このダンジョンはね。かなり難しいです。試練4をやってましたから、巻物を読んでいきましょう。魔物部屋が出たらラッキーなんで。ヒロインズ、行こう。試練4やってましたけども、おけずとかトラップと同レベルの難易度だと思って間違いないと思います。真相は特に修羅より難しいですね。4にも出てくる敵も結構いますけどね。若干性能が違ったりしますね、敵の性能ね。さっきのなんだっけ。おっとっと。8いましたけども、4にもいますけどね。何でしょうか。そうっすね、武器もう一個欲しい。これは風鈴の試練3というゲームですね。あ、垂れ流しですね、これ。そうです、あります。なかったことにされてますけども。結構ね、このゲームはですね、まあそう、外さなきゃ。このゲームは評判良くなかったりするんですよ。特に Wii のやつはね、Wii のやつに、Wii のやつの移植なんですね。でも、まあ、若干改善されてて、テンポは良くなったりはしてますね。意外となんか遊べるゲームだと思うんですよ。多分、クソゲークソゲーとか言われてるけども、実は結構遊べるゲームでは。初代で言うところのフェイヌ最終、そうですね、フェイヌ最終問題と、同じような条件のダンジョンです。アイテムを未識別で、基本的に全てのアイテムを識別しないといけないダンジョンです。で、99回まであります。ただ、フェインの最終、お札か何か、そうですね。おっと、はい。誰かリツイートしてくれたのかな。お札ありますね。札は4にも活躍しましたけども、システムよくわかんなかった。札ですか。札はですね、投擲して使うんですけども、ん？そうですか。風水のあったっけ。何ですか、流脈とかいうやつですかね。僕もよくわかんないです。はい、良くも悪くも2と4の間、そうですね、2と4というかアスカと4の間な感じですね。というわけで、ベースがすごくよくできたゲームなので、流脈、そうですね、間違った。微妙にね、疲れ込みが甘いところがあったりもするんですよ、このゲームね。そうなんですけども、癖をよく分かっておけば結構面白いですよ、これは。あと低層ループ入る見込みです。多分低層ループが入ると思うんで、どうなるかなって感じ。識別データか、値段識別は考えないでいきます。畳の上に石の階段、追いかけたと思って来てみたら衝撃。そう、たまにやろうかと思います、お絵かきね。操作をつかないという、久々だからね。主にお絵かきが煮詰まった頃に試練やってたら、ああ苦しんでんだなと思ってください。でも一応ね、ろうそくの上げ方、これはアスカ専用装備ですね。これですね、両手武器ですね。状態上武器、状態条件っていうのは、ゲームコミュニティの方で、これゲームコミュニティ元。特に分けてないです。
このゲームはね、状態異常はあんまり強くないですね。おっと、2つも投げやがって。でこれ、名前、独走。特にも分けてないですよね、コミュニティね。はい、見ないですか見ないですか、見ないで平気ですか毒素石を拾っておこう。ここ危険だな。投擲武器は石があるか。ふう、シネフォーやっててつけてない。何を、あ、うん、何をつけてないのかわからないけども、危ない。武器が来ないっすね。とりあえず初回はゲームタグではない。そうっすね。つけてないっすね。めんどくさいんでタグかけ、つけてないっす。タグめんどくさいんで買えないっすよ。生配信のタグね。アーカイブ見てる人には関係ない。アーカイブ多分上がると思いますけど、低層ループ多分入ると思うんで、初回は全部上げますけども、先生二刀流です。ただ2本目の剣が来ないな。大きいおにぎり食べます。実は大きいおにぎりレアアイテム、盾装備できません。武器来ないですね。早々にあの積みそうな感じですね。うわー、盾の使い方わからないんですよ。ちょっと待って、この状況のままで行くのはまずいな。ちょっと足踏みしよう。次の回かな、あの強い敵が出るんですよね。そいつを倒せないんじゃないかな。かなりきつくなると思いますね。あ、くそ、きついっすね。もう行っちゃおうか。足踏みどうしてもやりたいんだけどな。ん、ちょっと待った、ちょっと待った。あ、まずい。盾がないとなると後半の火ダメージ。そうっすね、後半どころか序盤からもうきついっすね。これ食べる。とりあえずこっち倒して、ちょっとどうしても、ん、もういけないか、仕方がない。あー、待って待って、うん、垂れ流しありますね。こいつは一撃で落とせるから、どうしても HP を満タンしないと、次の回で早々に剣を拾えないとちょっと進んでいけないね。どうしてもね、あ、こいつですね、この緑のやつね、こいつがすごく強いんですね。ちょっと一歩下がる。こっちに来るかな。うん、来ないか。じゃあちょっと倒しておかないとな。いない、よし。はい、このダンジョンの制約アイテム、あ、しまった、あの未識別です、アイテムがね。実はこれ縦序盤投擲すると結構強い。ん、そんだけ、そんだけっていう、あ、剣あった、ドラゴンキラー。あいつ強いんですよね。強いです、あいつは。握り見習いはこのゲームは強い。なんとか進んでいけるかな。二刀流ついに出ましたね。これがね、楽しいんですよ。二刀流来ました。よし、一ターンで落とせますね、これで、こいつを。あ、ダメだ乱数によっては草を
草は1個だけか。杖識別したいんですけどね、緑のやつにね、草じゃなかったら杖振りたくないんですよ。このゲーム属性っていうシステムがありましてね、色によって枠が緑になってるの分かりますかね。敵の色によってですね、いろいろと特殊能力があるんですね。うん、そうですね、倍ね。で、緑のやつはね、杖を無効化することがあるんですね。毎回じゃないんですけど。はい、杖確認したいけども行く気はないか。本当はね、この階層で草の識別なんかやっていきたいんですけども、草があればね。で、今回草引いてないからな。状況は今回は結構良くないですね。ヒーポフですね。ヒーポフは4と変わらないですね、性能的に。ただあいつ浮遊系なんですけど、飛んでるんですけどね、飛んでるやつはですね、コードパターンが4と違います。若干てか水中ってのは水の上でやってばいいのかな。動き方が変わるんです、違うんですね、4とはね。いろいろとこのゲームは結構ユニークですね。特殊効果重複、どういうことかな、二刀流でってこと。例えばドラゴンキラー2本装備してればもちろん、右手と左手で攻撃力が違えばもちろん変わりますし、固定ダメージ状態だ。これ10ターンですね、確か。今ダメージが固定7ダメージになってますね。盾多いですね、今回は。四角の壺、壺出ましたか。どうしようか。盾、このために持ってるんですけども、アイテムを識別するためにね。合成ですね、アイテムを識別するために盾は使えます。出ましたけども、とりあえず今合成用がない感じか。あ、そういえば腕は合成できます、このゲームは。合成いいですね。はい、これ何でしょうか。石は投げない方がいいか。今垂れ流し投げてみるか。当たらなかったか。もう一個石投げてみたいけど、もしかしたらこれ下手投げかもしれない。下手投げの可能性出てきましたね。うん、下手投げっぽいですね。このゲーム投擲命中率はそこまで低くないから、下手投げの可能性出てきた。さて、杖確認したい。ちょっと戦術を確保したいな。どうする。でもおにぎり少ないからな、もう行った方がいいか。ちょっと待って、もう全部見たかな。多分上の方ちょっと行ってみるか。右上の方欠けてますね。まあいいか、行っちゃおう。はい、杖振ってみるか。椿回復だ。使えないものですね。罠がある。これ睡眠だ。ちょっと待って、腕はとりあえず外しておこう。おそらく下手投げだな。で、場所替えだったりしないかな。そうすると壺入手可能だ。ちょっと待って、隣接してる時に杖は振っちゃいけない。これは
基本ですね。縦多い、今回縦多いな。あの上にいるやつかなり強敵ですね。杖踏んだ方がいいけどな。まあいいや、振っちゃえ。はいはい、トンネル。アイテムの仕様なんかは他のシリーズとやっぱり似てはいますね。まあ、若干違ったりはするんだろうけど。でこれ下手投げかもしれないんだよね。で今装備つけてないか。これ投げちゃおうか。投げちゃえ。うん、下手投げですねこれね。よし、下手投げはまあはい。自転機能がまだない。まだっていうかね、2の時あったんじゃなかったっけ。だからあったんだけど消えちゃったんですよ。あ、名前つけると結構面倒ですねこのシリーズ。あの3はね。そこもなんか微妙にマイナスではあるんですけど、まあ慣れれば。札出ましたね。鈍足。こんな感じかな。巻物を読んでおくか。おっと、あいつ透明でしたね。はい、こんな感じですね。じゃあ巻物読んでいこう。羊、ゾワゾワ。透明の、これは属性ですけど、透明の属性持ってるやつがいるんですね。こんな感じですね。結構きつい回ですね今回。他にもねいろいろあるんですよ。赤いやつは会心持ってるしね。うん、またこういう感じか。行きたいけどな。場所がいないしな。まあ行けんのはな。毒草。これは？くねった壺。はい。じゃあトドの盾入れてみるか。はい、何でしょうか。おっと、来たぞ。変形来た。変形ね。垂れ流し入れちゃおう。垂れ流した後、これは毎回入れちゃえ。はい、なるほど。まあ呪われたおにぎりよりは、呪われたおにぎりよりは腐った方がねまだいいですね。ありがとう焼いてくれました。楕円。さあ、なんか入れよう。回復の杖を入れてみる。はい、何でしょうか。たたりですね。たたり。はい、こんな感じですね。こいつ出たか。攻撃力低いな。回復消えちゃったもんな。あいつやば、危ないよな。おっとっと。はい、危ない。ちょっと待てよ。焼きおにぎり食べちゃおう、うん、HP これ最低でもこれ半分ぐらいキープしておかないと。あ、危ない。こいつか。毒素があるか。一歩下がる。おい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 。あ、殴っとけ方。これ敵のスピードが下がった時に、下がった次のターンにスピードが下がったとしても、ターンが、敵のターンが回ってきたりするんで、3はそういうとこありますね。だからあんまり素早さもそうなんだけども頼りにならない。
一撃で、あと一撃で倒されるっていう状況では、鈍足だとか素早さの素早さの草とか、あの辺は当てにならないことが多いですね。うん、ネタバレいいんじゃない、そのくらいは。ダメなの？ちょっとこの回でゆっくりしたくないな。だけど上に、はい、どうもこんばんは。よし、ではアイテム識別したかったか。草だけでは飲んでおくか。回復層、はい、よし、じゃあ行くか。あとは時計の罠、これ何でしょうか。何でしょう、うん、なんだろうな。満腹度はあんまり余裕がないですけど、稼いでいきますか。試練3の罠のシステムは結構特殊ですね。これはこういう風にやらないと、こういう風にやって稼ぎます。ん？あ、これはそうそう、こうやって稼ぎます。フォーと同じようにやるとこっちの方に矢が飛んできたりするんで、これ名前なんつったっけ。こいつはですね、放物線投げするやつですね。だから名前なんつったっけ、下手投げじゃなくて暇投げか、これは暇投げというやつですね。なんか石がめちゃ飛びましたけど、これは結構強いかもしれない。あんまり稼いでてもあれだから、もう行っちゃおうかな。今落ちてる矢を拾ったらもう行きます。じゃあ拾っていこう。今回アイテムの引きが、うん、毒矢3本稼ぐために力4下がった。これ罠の仕組みが特殊ですからね。はい、どうも、5個目さん、どうも。はい、どうも、こんにちは。毒矢38本ね。まあ、おそらく、まあ、毒矢38本使い切らずに倒されるだろう。この引きでは。と思いますけども。おっと、場所がやされた。あ、ちょっと待った。はい、危ない、これマジ危ない。これ取りつかれてます、うん、早く離れてくんないとな。これ多分ランダムだと思うんですよね。一ターンで離れてくれることもあるんですけど、危ない。トンネルか、倒せるだろう。ダメでしたあ、そっか、あー、まあいっか。あ、でも違うか、ごめんなさい、倒されましたまあこんな感じで低層ループが入ると思いますいやー、きつかったね。ついぞこれ、もう一回ぐらい倒されそうですね、これ。
まあ、これが、つづらの迷宮ですよ。これがつづらの迷宮ですよ。敵、どうしようか。とりあえず野手振ってみるか。空振りか。よし。これ少しは生きながらえる。いかにこの試練4の、バランスがいいかっていうのを分かってもらえたんじゃないかな。試練4のバランスがいかに、あ、いいか。あ、しまった。これはちょっと。ちょっと待った。これ空振り1本あったところでダメだ。あ、片目飛ばしがあるか。あ、なんか同じか。同じことである。空振り。いやー、ちょっとこれは。はい。残り5分ですけども、このぐらいにしようか。はい。じゃあこのぐらいにしましょう。んで、ダンジョンの中で、動画切ります。これ、ダンジョンに入るのも結構ね、時間かかるからね。一回入ったところだったら、ここからスタートできるんで。じゃあ、こんなところです。じゃあ、この無情感がたまらんのかなって。そうっすね。鬼畜ゲーですよ、これ。このゲームは。はい、という感じでした。はい、というわけで、次はお絵かきやります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。